皆さんこんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います。二千十九年二月二十四日日曜日、暗号資産草コイン中野研究会。この動画を視聴するすべての方への注意点ということで。 字、えー、小さいですけれども、えー、画面を大きくしてですねそして動画を止めて、えー、必ず最後までお読みくださいはいそれではね本日のお題なんですけどもなんと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 またびっくりですね私のですね信用をおけるですね、えー、情報筋ですね新時系統によりますとなんとですねビットコイン ETF が 日米2カ国間のダブル認証じゃなくて日米間3カ国の同時トリプル認証になるかとなる可能性があるとそういう情報が入ってきましたでですね本日の明朝1時からですね仮想通貨の爆上げがさらに加速して止まらなくなりましたまずはね マーケットの状況を見てみましょうか。これビッ,トコあビットバンクなんですけども、冷やしですね。1時間関だとこうですよ、もう。止まんないですね、またね。止まんないですね。はい、またあの、だんだん畑がまたできましたね。どこまで行くんだと。どこまで行っちゃうんだと。 はい。でね、えー、こうね、ビットコイン価格が一時72万円ぐらいで安定してたんですけども、えー、っとカラス・ゴーンさんが捕まって、62万円まで、大まで落ちましたね、10万円落ちて、その後ファーウェイの副会長がね、捕まったとニュースがあって、一、えー、時35万円までね、半額まで落ちちゃったんですね。 で、まあ、上がったり下がったりしてましたが、やっぱここに来てね、ビットコイン TF の承認がもう確実視されるようになって、確実視されるようになって、えー、じ,わじ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 わとも上がり続けてですね、まあ、72万円を回復するのはもう時間の問題だと言われててですね、これは、あの、まあ、ここがあれですよね、2017年の年末ですけれども、あの、まあ、 この、この急加速がありますよね、急上昇が。これが怖いんですよ。で、今はまだゆっくりとしたね、上げなんですが、ゆっくりしたってすごいですよ、爆上げですよ。はい、あの、一応ですね、角度的には真上ですから、ロケットですから。うん。<laughs> ただ、このロケットが加速する時があるんですよ。こうやって世界中のね、ヘッジ h ンドが入ってきて。 実はこのね2017年の年末もあのアメリカのね SEC がビットコイン ETF を承認するっていう情報が入ってバーガーげしたんですよねでどっちだどっちだって言ってるうちにやるのかやらないのかっていうのをねいつもずっとやってて落ちちゃったんですねで今回はなんと3カ国ビットコイン ETF トリプル認証の可能性が非常に高いということで 今上がってきてるってことですね。これがね、投資銀行とか年金機構とかヘッジファンドが入ってくると、まあこの山がね、すごい可愛くかったなと。240万円のビットコインの山が、はるか下の方に見える800万とか1200万とか行くんですよね。結構余裕で。下手したら1億まで行きますから、ビットコインってね。まあそういう風に、えー、計算を出してる大学の教授とかね。 投資銀行って結構ありますから、ビットコイン1億円というのね。そこがね、怖いですね。ああ、あの時買っときゃよかったっていうのね。もうそのため息がつかないようにした方がいいと思いますね。はい。リップル、リップルもやっぱ上がってきてますね、どうしてもね。上がってますね、やっぱね。えー、今日のですね、未明1時ですね。1時に、この情報がね、 えー、ビットコイン ETF 参加、国認証が解禁されたので、イーサリアム、あとビットコインキャッシュも上がってますね。うん、情報解禁されたので、それを見てですね、上がってきてます。それでこれはですね、いつものコインボストさんの情報、ホームページですね。まあ、素晴らしい内容がいつも載ってますよ。で、<laughs> でこの内容でですね、まあ一部の YouTuber は、 このビットコイン先物が影響してんじゃないかという話があるんですよね。世界初ビットコイン現物決済の先物取引が実現へ。仮想通貨取引所コインフレックスがサイトの公開を発表ということで、これはちょっと薄いかなと。うん、ビットコイン先物ってのはもう、ね、もうずいぶん前に始まってますからね。アメリカのシカゴ取引所でね。なので、私はこっちのですね、これですね。 韓国大手証券取引所もビットコイン ETF 導入で議論と仮想通貨市場調査に注視する状況を明かすということですね、えー、韓国の大手証券取引所もビットコインと ETF 立ち上げの機会を伺っていることが分かった米セックの審査状況の進歩や対応に注目していることを明らかしにし注目していることは明かし仮想通貨 ETF の議論が行われ っていることと明かしたと、まあ、この情報はちょっとあの機密情報ですからねこの情報が漏れたらやっぱりみんな買いますからね終わり先としてね、うん、でこれ実は漏らしちゃいけない情報を,側を誰かが漏らしちゃったんですね実はね今月ベーシックに再申請されたバンエクバンのビットコイン ETF とビットワイズバン ETF における最初の可否判断は4月上旬に予定されていると。 まあ4月5日金曜日じゃないかというのが私の目論見みですけどねそうした一年の米規制当局の動向を韓国国内の仮想通貨事業だけでなく、えー、証券取引所もかなり注視している格好だ韓国の現地メディア「ザ、えー、によると韓国国内の大手証券取引所に勤める人物が今週の水曜日に匿名で取材に応じたからねまあひどい話ですねはい その証券取引所も米政府の動きに注視していることは明らかにし、いかのように伸びていると。米国は仮想通貨市場や仮想通貨のデリバティブにおいて先頭を走り続けている仮想通貨市場内ではビットコイン ETF の提供を求める行為があるため我々も米 SEC、えー、のビットコイン ETF 会避判断の上進捗状況や対応に注視している。 また安定したインデックスの供給に ETF の立ち上げは必要不可欠だが、いつそれらを商品化し市場に導入するべきかについての議論も幾度となく重なられているというのも、やはり投資家保護が最終的には問題となると考えるからだと。現在、韓国ではビットコイン ETF に対する規制当局の姿勢が厳しいため、現地の投資銀行や資産管理会社の多くは比較的規制が緩い、ブロックチェーン ETF に焦点を当てているとのことだ。<laughs> <laughs> 政府は厳しい態度を取り付けているが、こうした状況について、えー、今日大学の教授を務めるリー氏はこう言及したと。政府がブロックチェーン技術に関するリサーチや開発に対して投資,投資を拡大していくことで、仮想通貨市場での ETF 取引を非承認するリスクはゼロ、あるいは限りなく低くなるだろうと。まあ、承認するリスクじゃないですかね、これ。 取引所に対して KYC 個人情報や、まあ、AML、ね、個人情報の導入を求めているが最近のマイナー撤退でビットコインエコシステムがに変化が起きたことで政府の要求を飲む可能性をかなり高まっているといまあ、未だにですね、えー、日本の仮想通貨取引所以外、まあ、世界の仮想通貨取引所は、まあ、匿名で口座開設できますからね資金占浄できちゃうんですよねいまだにね。 額は小さいですけどね。額を上げようとする。一度、一度に資金洗浄できる、資金洗浄っていうかさ、送金、海外に送金できる金額を上げようとすれば、2ビットコイン以上ですね。上げようとすれば、<coughs> 個人情報の登録が必要ですね。パスポートとか運転免許証とかもね、登録が必要です。韓国国内でもビットコイン ETF 立ち上げが望まれているが、同氏はビットコイン ETF を ローンにするための環境は整いつつあるとの見解を示し,した米有力ビットコイン ETF の再申請4月上旬,、えー、上旬初判断予定と米セックは今月20日より CBOE が1月30日に再申請した番役版のビットコイン ETF に対するコメントの募集を開始し正式に審査のプロセスを開始しているなお最大審査期間240人という日数を設けることができる 政府の規定では、連邦官房コメントの募集開始時に掲載された時点から45日以内、会議判断もしくは判断までの延長を締め開示する必要があり、さらに延長が必要であれば45プラス45日という期間内で、長期の判断もしくは延長の決定を決めなくてはならないと。仮想通貨サポーターで規制期間に厳しい弁護士は、この2つの ETF の初判断予定日を掲載したと。 4月1日とか4月6日じゃないかということですね。はい。ということでですね、今日はまあ、びっくりですね。ビットコイン TF は、日米韓3カ国がですね、えー、同時にトリプル認証する可能性が出てきたというね、お話でございました。今日もね、えー、今日日曜日ですね、えー、千葉県松戸市も朝から暖かいです。 もう春ですのでね、皆さんも外に出てハイキングをしてみてはいかがでしょうか。それでは千葉県松浦市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。たまには、えー、YouTube ライブをね、やりたいと思います。失礼いたします。